KQ800 系電車、KQ800 系電車、KQ800 型電車は、かつて、京浜急行電鉄にて運転されていた、通勤系電車である。1978年、昭和53年12月26日に竣工、翌27日に営業運転を開始した。普通列車用として設計され、1986年、昭和61年にかけて132両が、 製造された。なお、本校では、以下のように取り扱う、普通列車を高加速、高減速、多比の車両に置き換えてスピードアップ及び停車時間を短縮することで、ラッシュ時間帯の優等列車の速度向上を実現するために設計、製造された。線型が必要量数に達していたこと、省エネルギー機運など社会情勢や技術の進展を踏まえ、 堺地直波制御、電力改正ブレーキを採用した11年ぶりの新型車となった。700型は本形式と同様の狙いで、設計されながら所要数の増加に対応するため付随車に両組込みの暫定編成で登場、そのままの編成で運用されることが多かったが、その思想をリファインし、1台の主制御機により12個の電動機を制御することで、 電動車3両を1ユニットとした3両固定編成とされた。端子電圧低下に伴う必要電流増加への対応、回生ブレーキ使用中のパンタグラフ離線による回生ブレーキ執行対策のため中間車にパンタグラフ2個が搭載された。先頭車両と中間車両の車体長が異なるのも特徴の一つである。普通列車用であるため定格速度は 時速3 3 1トルと低くなっている。1948年、昭和23年の東京急行電鉄、大東急からの独立以降の京急の伝統に乗っ取り、全商等一等式、片開き扉車であるが、これらの採用は本形式が最後となった。そのため、2010年6月28日に先型が運用を離脱して、以降は、 京急唯一の全商等一等式、片開き扉車である。片開き、扉の採用は、当時の京急の副社長だった、日野原保が、上校の時間は、扉のわずかなの差ではなく、扉の数によって決まるという心情を持っていたことも、理由であると言われ、全商等一等式の採用も、同様に、日野原の心情によるものと言われている。700系導入にあたって、 横浜駅での実地検証の結果、乗降時間の短縮には、乗降扉が、片開き、両開きの形態の違いや扉の開口寸法よりも、乗降扉数の増加の方が効果があるという結論を得ていた。京急で初めて車両番号にハイフンが含まれたが、これは当初三両編成で計画されたため、従来車に習って、連番とすると編成番号を代表する。 裏賀法線当社の番号に奇数偶数が混在することになるのをけたためとされる。この不満体系が、後の6両編成下の改版を容易にしたが、製造当初には6両編成下の構想はなかった。車体は普通構成で、400系、500型を置き換え、普通及び京急川崎駅南の急行などで運用されることを想定して設計されたため、地下鉄乗り入れを考慮せず、 片開き4扉、全面非常用貫通扉非設置となった。右手操作式、ワンハンドルマスコン、全電気指令式ブレーキ、三菱電機、以下、三菱セーム BSR、境地直波制御、電力改正ブレーキ、黒字方向膜を、京急で、初めて採用した形式である。右手ワンハンドルは次世代車である2000系のほか、伊豆箱根鉄道3000系電車でもほぼ、 同じ仕様が採用されている。開発途上では中央に運転台を置く案も出された。形式は2000系と仮称されたが、本形式が登場した1978年、昭和53年が、京急創立80周年だったためこれを記念して800系とされた。1978年、昭和53年から1981年。 昭和56年にかけて3両編成25本が製造された後、1982年、昭和57年から1986年、昭和61年に、うち15編成を、中間車3両を新造して6両編成か、1986年製の6両、編成2本を加えた合計132両が製造された。1994年、 平成6年から2001年、平成13年にかけて、更新工事が行われた。東急車両製造のデザインによる、非貫通の運転台窓周囲に段差をつけて、その部分を白くし、角膜窓、ヘッドライト周囲を黒く塗装した先頭車の全面形状が、それまでの軽急車と大きくイメージを、変、見た目の似た、だるまというニックネームが、鉄道ファンから与えられた。 全小刀は当初丸型であったが、1979年、昭和54年生の808編成は角型を使用、翌年の813編成以降で本格採用され、後に全編成が角型に統一された。従来のバーミリオンに、倉庫の白帯の塗り分けから、側面の窓周りを広幅に白く塗る塗り分けに変更されたが、2000系の登場後、 窓周り白塗装は、優等列車塗装とされ、800型は1982年、昭和57年により、一般の白帯塗装へ変更された。その後、2000型も3度赤に伴い創価白帯塗装に変更されたが、本形式登場時の塗り分けは600系、2100系、新線型に受け継がれている。両先頭車の扉は、運転台と反対側に、 中間車はマイナス2、マイナス3、マイナス5が裏側方に向かって、マイナス4のみが品川方に向かってそれぞれ開く。これは3プラス3の6両編成と6両貫通編成で、扉の開く向きを統一したためである。初期12編成の側面窓は、運転台後部、連結面をバランサ付け1枚加工窓とした以外、固定窓とされたが、それ以降は、 戸袋窓部以外をバランサ付け一枚、加工窓としている。京急で初めて窓さんのない一枚窓が採用されたこと、窓間の柱を100ミリメートルと細くしたことから、当時の車両群の中では、非常に洗練された印象を持っていた。この車両の開発途上、東急車両製造から、全面デザインを非対称にすることを提案されていた。しかし、急車両製造は、 日本国有鉄道国鉄201系にも非対称のデザインを提案しており国鉄は斬新さを求めるため他社に同様のデザインがないことを採用の条件とした当時は国鉄の影響力が絶大だったこともあって東急車両製造は本形式の非対称案を取り下げざるを得なくなり結果的に左右対称の全面デザインとなったその後 快速特急用の2000系の構想が出た際、当時の副社長が収蔵していた800系のボツデザインの一つを取り出し、今度はこれでいこうと発言したことでからすぐに全面形状が決まったと。座席はロングシートで、一人当たりの幅が30 m、mm、m 広げられ430 m m となり、700型と比べ座面が低く、奥行きが深いものとなった。 座席の端部には京急で初めて板状の袖地切とスタンションポールが置けされた。本形式初期録編成では内装のカラースキームの方向性を確認するため3種のカラースキームが採用され比較検討が行われた。初回製造等級製の801.80に80編成が壁面、袖地切りはベージュ系で座席モケットが円磁色、床面がベージュ系。 同じく初回製造、革重製の803.804編成がそれぞれグレー系、青色で袖仕切りが茶色、革模様、床面がベージュ系、2回目製造の805.806編成では壁面、袖仕切りがベージュ系、座席を青色、床面をベージュ系としている。最終的に807編成以降は壁面がベージュ系で座席を青色、 袖仕切りは茶色、床面灰色に統一され、801から806、編成も更新時に変更されている。車内の窓枠は、日本の鉄道車両では、初となる、FRP 製のもので、同様の構造は2000型や1500型に引き継がれた、ほか、新幹線200系など他鉄道事業者の車両でも、採用された。八百一編成は、 熱線吸収ガラスを使用しているため窓がミラー状に反射する。角窓にロールアップカーテンが設けられたが、801編成ではこれが省略された。戦闘車の屋根は丸屋根とされ、冷房吹き出しダクトは設けられていない一方、中間車はダクトを設けた平ら天井とし、吹き出し口は長手方向に伸びている。空気角汎用に扇風機が採用されたほか、 初期12編成には廃棄線が各社に一個設けられている。M2 社に2台搭載。東急は東急車両製造製。川重は川崎重工業製。以下各製造時で同じ。800型として最初に製造されたグループ。試作車と呼ばれることがある。これ以降の車両とは細部が異なる。1978年。 昭和53年12月27日に一旦営業運転を開始したが、年明けからしばらく乗務員訓練に使用され、本格的に営業運転に投入されたのは3月である。前回製造者から半年足らずで製造されたが、何点かの設計変更が施された。先行量産車と呼ばれることがある。前回製造者からさらに半年足らずで十八両が、 製造された。登場後1年の使用実績を反映し、設計変更が実施された。前回製造者から設計変更はない。本形式が3プラス3の6両編成で、運用される場合、番号の連続する編成同士かつ奇数番が若番となる組み合わせとなることが多かったが、今回製造者には組み合わせる相手がない825編成が含まれ、 編成は他編成が定期検査入場中などに片割れと組んで運用されていた。822編成は台車のみ、川重製である。本形式は当初、梅屋敷駅など普通列車停車駅に6両編成が、停車可能なホーム有効調がない駅があったために、運用の自由度を高めるために3両編成で、登場したが、朝ラッシ主事の普通。 日中の休行など6両編成で運転される機会が増えたこと、1982年4月のダイヤ改正で6両編成の普通列車、品川乗り入れが実施されることに伴い、既存の3両編成に挿入して6両編成化するための中間車が製造された。M1 車、M3 車とも冷房装置、全長などはマイナス2に順次、他の研究車では1両1箇所設置だった。 社名略称表記もマイナス2に合わせ1両2箇所取れた。6両編成化に伴い、品川型戦闘車の車両番号をマイナス3からマイナス6に改版した。ユニット内の車輪系を揃えるため、9マイナス3の台車を新マイナス3と振り替えた。マイナス4の裏が型に貫通時切り扉が設けられている。先頭車と今回製造の中間車はメーカーが揃えられている。 前回製造者と同一仕様だが、前年登場の2000型に窓周り白塗装を譲り、本形式を白帯塗装とすることになったため、今回の製造者から白帯塗装となった。今回中間車組み込み対象となった編成は1982年、昭和57年12月から翌年1月に事前に塗装を変更した。前回製造者の登場後824編成と、 組んで使用されていた825編成は、今回6両化されず、800系の3両編成運用が今回製造者の入船以降ほとんどなくなったためこの後自身の6両編成化まで、本線上で姿を見ることが少ない存在となった。822編成以外は、先頭車と中間車はメーカーが揃えられている。冷房装置が CU-71D に変更された。 本形式の最終製造車。今回初めて6両編成が製造された。前回製造車から時間が開いたため、細かな設計変更が行われている。固定窓車への中間車組み込み、811.81に編成が行われたが、中間車は開閉窓とされた。過去の6両編成化では、ユニット内の車輪形を揃えるため、 9-3の台車を新 -3 と振り替えたが、今回の6両編成下では、在来車3両の車輪を新品に交換した。同時期製造の1500系1513から1520が、全車川崎重工で製造されたため、今回の製造車は827編成以外、等級車両で製造されている。登場後各種の改造工事が実施されている。 2000型に窓周り白塗装を譲り、本形式を白帯塗装とすることになったため、1982年12月出場の820、編成、821編成から塗り分けが変更され、1984年10月出場の819、編成で完了した。1984年、昭和59年6月から法務有効庁が4。 両分しかない梅屋敷駅で6両編成が停車する。際の裏側方2両の扉は開閉させない操作と併設なっぱなしを自動化するため、同駅で裏側駅方2両の扉を自動的に締め切ることができる ADL 自動庫併設なっぱなし装置を搭載する改造が自動化開始前に全編成に施行された。3両編成にも同装置が装着され、 3プラス3の6両編成で運用する場合は、同様に、裏側駅方2両の扉を自動的に閉め切ることができた。ドアを閉め切る車両のドアには、梅屋敷駅でドアが開かないことを知らせるステッカーが後年、貼り付けられた。なお、2010年、平成22年5月16日に、梅屋敷駅の上りホームが高架化され6両編成の停車が可能になったため、ステッカーに、 下り方面の文字が追加された。1986年昭和61年2月に814から4の BLMG を東洋製ブースター SIV に交換した。同社の更新工事試工時に BLMG に戻されている。1986年昭和61年頃にドア部に釣り手を増設した。1986年製造車は 新生児から増設済み。先頭部連結機を二線型で採用された回り古式。密着連結機に交換する工事が1989年、平成元年から1991年、平成3年にかけて施行された。連結機を受けうまた新装地入りに変更。山側のジャンパ線3本と海側の108、新ジャンパ線を撤去。連結機本体を。 NCB2 密着自動連結機から CSD-90 e に交換している。3両編成では線型などと同様自動連解装置を設置したが、6両編成では省略され、108新ジャンパ線も残された。本工事は700系。線型では準備工事の後連結機交換を実施したが、連結相手が決まっている。本形式では直接連結器交換と付帯工事が、 行われている。品川方戦闘車にはジャンパ船受け跡が残っていた。1994年、平成6年から2001年、平成13年にかけて更新工事が行われた。主な内容は以下の通りであるが、内装の色彩はほとんど変更されていない。2002年、平成14年に、栗浜、川崎、鎌田、京急や八景、文庫、 金沢、新町、神奈川新町など駅名を正式表記とした方向幕に交換した。2005年、平成17年からはそれに代わり英文兵器の白字黒文字幕への交換が行われ、2009年6月に検査出場した827編成をもって、全社の字幕交換が完了した。優先席は、奇数号車品川方山川及び多摩数号車。 裏が片海側に設置されていたが、一部の編成では、既存のものと天体小一のシートも優先席とされた。登場当初は、神奈川新町駅北の普通列車停車駅のホームが6両対応になっている駅が少なかったことから、主に朝ラッシュ時の神奈川新町以外の普通列車や、日中の神奈川新町から新図士間の急行に使用された。 そして1982年4月1日のダイヤ改正からラッシュ時の6両編成普通列車の品川乗り入れが行われた。しかし、日中の普通列車が4両編成主体だった1980年代に6両固定編成化が行われたため、朝ラッシュ時は設計構想通り普通列車で運用されたものの、6両編成は梅屋敷駅。 高価化で現在解消済みで踏切を塞いで停車しなければならないことからラッシュ時以外京急川崎北に6両編成の普通列車が長らく設定されなかった。本形式が日中以降空港線運用を除き京急川崎北に行く運用は1993年9月のダイヤ改正が最初で有ラッシュ時の一部列車で京急川崎北の6両編成の 普通列車拡大が行われたが、全時間帯にわたり6両編成が拡大されるのは1999年7月31日のダイヤ改正まで待つこととなる。当初存在した3両編成は1985年、昭和60年頃まで日中3両編成単独で運用されることがあったが、1986年8月以降は、空港線関連以外の3連運用はなくなった。 また、1990年代後半、普通列車が、三崎口に乗り入れていた一時期を除いて、京急栗浜以南に入線したことがほとんどない。なお、3連で残った801から810編成は1986年、昭和61年から1993年、平成5年の延伸まで空港専用としても、使用された。 その後は普通列車用の性能であることから、主に新線型や1500系の6両編成とともに、本線系統で普通列車を中心に運用されているが、2002年より朝、夕、夜には、羽田空港駅発着の快徳、特急に通されるようになり、空港線への乗り入れが再開された。他の形式での運用と異なり、車両性能から最高速度は、 時速 100km でのダイヤである。2010年5月のダイヤ改正以降はこれらの、大体にエアポート急行の一部にも運用されるようになったが、ホームドアが設置された、羽田空港国際線ターミナル駅が開業した、同年10月21日以降の当該列での運用は終了した。6両を固定編成のみのため、4両編成までしか入線できない大支線の運用は不可能である。 なお2012年10月のダイヤ改正より、図紙線は平日は日中から夜にかけて、土休日は早朝深夜を除きエアポート急行が10分間隔一部を除くで運行されているため、同線での運用は平日の朝夕と土休日の深夜のみとなっている。京急車内で使用されている列車の車両組成を表す表にはと表記される。2016年10月に 800系の1編成が登場時の塗装に変更されて運行することが発表された。同年11月2日に823編成が旧塗装に変更されて出場11月12日に貸し切り列車として京急ファインテック里浜工場品川間を運行。翌日から一般営業運転を開始した。前頭部には復刻記念ヘッドマーク。 ローレル賞受賞記念マークを模したものを装備しての運行となった。2017年1月から京急ラブトレーンキャンペーンの一環として、当編成の先頭車がラブトレーンのラッピング、車内のハート型の吊り革を設置した特別編成となることが発表され、同月30日から運行を開始した。2017年4月29日からは、パスも10周年を記念した。 ヘッドマークを装着して運行している2017年6月30日まで2017年5月28日に開催された京急ファミリー鉄道フェスタ2017では正面の行き先を登場当時の黒字幕に戻しての展示が実施されたデハ812から6の前頭部が西部 2000K 区波2098東急7 7 0 0系デハ7700人と共に 富士久しびる東五号館、丸前池袋店に保存されている。2011年度より、以下の編成から順次廃車が行われた。その後、本系列は老朽化に加え4扉配置が、ホームドア設置に支障をきたすため、3ドアの新線型による置き換えを前倒しして全廃させることとなり、最後まで残った823編成、旧塗装についても、 2019年6月中旬をもって引退することが発表された。同年6月16日には823編成により特別化切り列車としてありがとう800系が品川栗浜城間で運行された。少女たちは荒野を目指す楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。